ヤマハ XSR900 にカウル付きの GP が加わった。欧州で2023年10月に発表された直後、ジャパンモビリティショー2023で日本初公開された。1980年代の GP マシン、YZR500 や往年のニストスポーツ、TZR250 などを思わせるスタイリングにグッとくる人も多いはず。写真はこちら。 XSR900GP の全体各部走行シーンカラーは2色ヤマハのスポーツヘリテージシリーズのトップモデル XSR900 に魅力的な派生モデルが加わったそれが GP 一目見てグッときた人も多いと思うが GP は1980年代に世界 GP を戦ったレーサー YZR500 をオマージュしたモデル どこか懐かしいデザインのハーフカウルが特徴だ。デルタボックスフレームが登場してから40周年を迎える記念の年に誕生した GP だが、ヤマハのレーシングスピリットを感じながら爽快な走りを楽しみたい。ということで、基本メカニズムは XSR900 のものを受け継いでいるが、フレームはエンジン喧嘩のブラケットの肉厚を変更するなど、防性バランスをチューニング。 スタンダードの XSR とはまた違った走りのキャラに仕立てているのも魅力。早ければ2024年夏には国内市販したい、とのことなので、今後の展開に期待しよう。